さらに悲しいことに、城の周辺で燃え盛るこの炎が白虎隊四中二番隊の少年たちの判断をも狂わせた。人生いにしえより誰かしらからん丹心を留して眼神を照らさらん。人生いにしえより誰かしなからん丹心を留守して完成を照らさん。見事だぞ、和助。みんなも和助に遅れるな。あいつの名を普及のものとするために、さらばだ。さらばだ。今度生まれ来る時もまた会津で会おうな。うん、さつき殿が待ってるもんな。みんな死に遅れるんだよ。この時、四中二番隊の少年たちが見た噴煙は鶴ヶ城周辺の武家屋敷の煙であって、事実鶴ヶ城はまだ落ちてはいなかった。世が明治と改まるわずか16日前のあまりに早すぎる死であった。